ワルラス級潜水艦はオランダ海軍の通常動力型潜水艦。ワルラス級潜水艦は十字型に組み合わされた1王0オーダと1打の代わりに X 字型に組み合わされた1王0オーダと1打を装備する潜水艦である。この艦尾の配置は最初1960年にアメリカ海軍のアルバコアで主権された。その後実用化されたものはワルラス級のほか、 シェーオルメン級以降のスウェーデン海軍のすべての潜水艦、オーストラリア海軍のコリンズ級、ドイツ連邦海軍の 212A 型、海上自衛隊の総流型が存在する。ワルラス級は冷戦期の NATO において高い需要があったが、それというのもワルラス級に高度な技量を持つ乗員と極めて静粛な潜水艦が組み合わされていたからである。当時、 NATO の潜水艦の大半は原子力潜水艦か、または沿岸型の潜水艦であり、ワルラス級は希少な現役の外洋型のディーゼルエレクトリック潜水艦であった。冷戦後、ワルラス級はユーゴスラビア、イラク、及びカリブ海において多くの機密情報収集作戦に従事した。2002年9月から12月まで一番艦のワルラスは、 普及の自由作戦に参加し、アラビア海及び、ペルシャ湾において、通信情報収集の役目を果たした。2010年6月、オランダは、ソマリア沖の海賊対策の支援のため潜水艦一隻を展開させることに同意した。リりール任務には、信号情報収集、すなわち沿岸に接近し、海賊の無線通信を傍受し、海賊の船舶を追尾することが含まれている。 2007年、オランダ内閣は、ワルラス級4隻の性能向上と、全体的な運用可用性の向上のために乗員を追加することを承認した。1億ユーロを投じて、性能向上を図るプログラムは2008年に発表された。性能向上は、沿岸行き作戦と、新しい兵装に焦点を当てている。これらには、現状のマーク48もっとマイナス4におらいから、 アメリカから導入した同魚雷のモーっとマイナス7番に置き換えることや、一本の潜望鏡を L-3K を射程の尖閣、非貫通型光学マストに置き換えることが含まれており、光学マストにより潜水艦には昼夜を問わず、HD 画像を撮影する能力が備わることになる。さらに、耐圧尖閣への対腐食処置、ソナースイートのアップグレード、 および新しい戦闘管理システムが加わることといった改良により、ワルラス級は少なくとも2025年まで作戦行動に従事することになる。四隻とも言えぬ、ロッターダムッシュドルグダック松カフェで建造された。ありがとうございます。